検証名人母ゃんの毎日検証生活レオんそれはいいとして。え、プリマハムのですね、この検証が、えー、始まりまして、これバーコードを貼るんですけれども、あのー、注意していただきたいのは、基本的に検証のメーカーっていうのはですね、このキャンペーンが始まってからの えー、対象商品を買っていただきたいっていうのが基本なんですよ。で、例年やっているからって言ってバーコードを取っていて、あの、そのバーコードが対象のバーコードじゃなくなる、ことが、 あるんですで特に、あの、プリマのコー君とかって番号が変わってるって聞いてるので、あの、その辺とかですね、注意してみてください。プリマはね、書いてないんですよ。一応、サイトも見てみたんですけれども、えー、コー君の対象の バーコード番号何番は不可とかそういう細かいこともある可能性がありますので古いバーコードを私あの,ふるあのバーコードを貯めとけみたいな感じで推奨してるんですけれども古いバーコードで応募できない可能性もあるということをですねあのパッケージチェンジとかあとはそのうーんまああるんですよその 多分大人の事情が。で、特に、あの、そのバーコードが同じように見て、こちらからしたら、消費者からしたら同じだろうって思って集めててもですね、末尾がちょっと違ったりとかね、結構キリンビバレッジってそういうのをやるんですよ。だから、あの、あれ応募しても当たらないっていう人は、まずその根底のですね、あの、一番重要な、えー、このえ、バーコードの、バーコードがですね、 対象のバーコードであるか。これが一番重要です。なので、あの、今、備蓄して貯めているバーコードを有効に活用しようと思っている方は、えー、まず、バーコードのが対象であるかどうかを確認してください。これ、ホームページ見ても、あの、載ってないときは、このキャンペーン事務局に連絡をして確認することが大事です。それね、結構大事なんですよ。 もう、だって、これはちゃんと、え郵便切手とかも、かかるわけで、で、応募してるね、こっち側としてはね、覚えてるわけですよ。あの、検証してる側は、そんなにすごいなんか、何、何千人かなんか当たるわけだから、あのー、ね、検証で当たった人っていう感じでは、もうハズレ、外れ、外れっていうか、その、対象商品、 じゃんお、以外のものを貼ってるっていうのですってなるのは当然なことなんですけど、結構私は当たんないと <laughs> ねちねち思ったりとかするんで、そこをきちっとした方がいいかなと応募する前にですね、やった気持ちでじゃなくて、あの、まあ、特に別にあの、今このキャンペーンを知って、今店頭で買ったプリマの商品なら確実に OK なんですよ。でも、ちょっと前の古いバーコードの場合、 注意が必要なんです。だから、ヤフオクとかメルカリとか、あの方たちはですね、結構もう対象商品じゃない、ならないって知ってわざと、あ情弱なやつに売りつけることがあるんで、まあ、あの、エピソードとしては、朝日飲料の、あの、なんかファミリーポイントっていうのがあったんですよ。もうファミリーポイントで年、毎年毎年それでキャンペーンやってたんだけど、もうこれからはやりませんって分かってからでも、 ファミリーポイントっていう、こう、飲料についてるポイントのマーク、あれを売ってる人がいて、落札してる人がいて、まあだいたいまあ、うん、ストックでどうぞなんて書かれてたら、ストックにしててもずっとないと。まあ、ロッテのポイントもそうです。ロッテのポイントもある時から、あの、ロッテのポイントがなくなったんですけれども、でもあれ、 ロッテのポイントって出してた人とかもいたりとか、あとそのもう古いパーコードで対象じゃないのに、ええー、とかっていう。結構自分でね、確認することがすごい大事です。検証において。この、対、この主催者が言っている応募要項をきちんと満たすことが、すごく検証において重要です。そこ、あの、ぜひ、あの、 うん、チェックしてみてくださいっていう意味でですね、私は割と、えバーコードを貯めて、えー、出しちゃったりとかする、ボンミスとかをやらかすので、ながらレシート検証の方が気が楽で好きなんですよ。これだといちいちまた電話しなきゃいけなくて、今なんか特に時短営業とかになってて、まあプリマンゴジラがいいですけど、他の企業とかってほんと3時とか2時とかで終わってるところとか、あともうひたすら電話出ないとかね、あるんでね、今ね、 ちょっと大変なんですよ。だから、あの、ぜひ、これ応募するときに、前のバーコードを使うっていう方はえ、そこですね、チェックしてみてください。おそらく、伊藤園も今もうこのタイプになっちゃってるので、伊藤園のバーコードはもう使えないんじゃないかなって、でも伊藤園のバーコード売ってる人がいて、あ、使えるからと思って、ストックでなんて言って、でももうこれ、検証もここ1年ずっとこれだからって言って、ちょっと、 まあ、ね、バーコード食べてもしょうがないんだって。まあ、た、ストックすることは重要ですけど、そういう落とし穴もあるということをですね、えー、ぜひ念頭に置いてですね、うん、必ずこの、まあ、バーコード系はストックしとけば楽なんですけれどもね、この、えー、これですよ、冷凍食品でプレゼントとかっていうのも、あの、メーカーが書いてあったとしても、一度、そのバーコードを、 あの、スマホで数字を、こう、入れると、何にも商品がヒットしないときっていうのは、あの、パッケージチェンジしてバーコード変わってますので、そのバーコードだと使えないっていう。だから確認することが重要ですね。ストックバーコードの場合は、え特に、あの、まあ、これ、これどこだろうるところ、あ、あるところ、ここに貼るのかな ここに貼るときに、このキャンペーン事務局っていうのがありますんで、ここにかけて、かけて、このバーコード有効ですかっていう作業を一つやるだけでね、当選率がぐんと上がります。あの、気分が良くなります。やっぱりね、当たると嬉しいんですよ。今日私のですね、 あの、私のリスナーとかってすごい音符がましいんですけど、の、あの、方がですね、当たりましたって動画アップされてたのを見てですね、すっげえ嬉しそうなリアクションで、まあ、リアクションというか本当に嬉しかったんだと思います。で、なんか嬉しそうにやってたのを見て、ああ、よかった、検証進めてって思いましたよ。人が喜んでる姿って、 すっごい嬉しいの。私は物に執着してるわけじゃないから、当たりましたあなたの言う通りにやって、当たりましたって、まあ、言う通りにやってって、そこまであの、偉かないんですけど、検証やろうよ, <laughs> やろうよって、私がこうやってなんかあの、検証、検証、検証ってやってるから、ちょっとした縁があって、知り合って、で、あの、全くこうやってることとか、全く全然違うけど、私これだけ検証、検証やってると、ちょっとね、影響されちゃうわけですよ。うん。 な,なんか多分ね、ちょっとね、あの、レオくんとかもね、多分、ちょっとね、検証に目覚めてるはずなんですよ。あの、コンビニとか、まあ、行って、ちょっとなんか対象のね、なんか、ちょっと、うずらなんか書いてあったらお、ちょっと応募してみようかなとか、なんか思うはずなんですよ。して思って、当たったら嬉しいんですよ。まあ、それがいい。 当選品欲し、自分が欲しいものとか、あの、高額なものとかだったらさらに嬉しいんですよ。うん。だから、私はですね、もう本来だから、私、家庭料理のすすめって言って、食育とか、子供にね、 いい、あの、ちゃんとした手料理を作って心の教育をしましょうっていうのがね、あの、一番やりたいんですけど、検証なんだよね。なんか、ほんと、なんか露骨に私のなんか料理のやつってアクセスさ、そんなにアクセスさのモチベーションすごいさ、まず別に鉄なんか作ってるところを取ってるわけじゃないんでね、まだ、そういうね、まだね、時間がなかなかね、なかなか体力も時間も、 え、っていう感じでですね。まあ、検証が一番評判がいいので、しつこくちょっと検証をやらさせていただきます。その時に思ったこと、やっぱりポイントであることとか、あとはまあ知らないで、ちょっとって言って。 人のためにですね、本当にあの、はがきとかって言って、あ、これ安いとか思ってよくよく見ると、この検証ハガキも売ってたよ。まあ、大体の検証はがき売ってるんだけどさ、これが何枚セットでいくらとかして売ってるんだけど、こういうのね、あの、ダウンロードとかもできるし、あの、ダウンロードとかもできるし、ここの宛先で、あの、完成はがきで出したりとか、できますしね、 あのスーパーにあのはがきこれいないんですけどい、まあ、扱いのある取扱いのあるいい大体ーー自分のよく行くスーパーでこの「多いお茶の検証はがき欲しいんですけど」っていうのをスーパーの、えー、サービスカウンターとかに言っとくと「じゃって言って取り寄せてくれたりとかすることもあるんですよ。 で、あとは、その、伊藤園の、ここのキャンペーン事務局とかに、電話して、ハガキがないんですけれども、こ、ここのスーパーに、えー、とか、そういうのもね、あるのでね、ぜひ、あの、まあ、私は営業場なんか。<laughs> 主婦の方の、よくわかんないけど。ま、でもね、最近は、あのこ、これもそうですけど、あの、ネットで応募なんですよ、ね、ネットで。だからね、そういうね、あの、ハガキを売る、 人はね、もうね、オワゴン、そんなね、やってんじゃねえよ。まあいいです。あの、ということでですね、ちょっと簡潔に、えー、検証の、えー、バーコードについて語らせていただきました。今、手元にあるもの、ちょっと古いものは、えー、注意してみてください。この一手間が、やっぱりね、違うんですよ。